民法は、韓国の歌手、俳優、アイドルグループシャイニーのメンバー。2008年5月25日に、韓国でデビューし、2011年6月22日に、日本デビュー。身長183センチメートル、B 型。日本語での名前の表記は民法だが、韓国語の読み方は美語である。1991年、男二人兄弟の次男として生まれる。父は、 韓国の元プロサッカー選手で、チェジュユナイテッド FC 前監督、チェユンギョン。子供の頃の夢は、父と同じサッカー選手だったが、家族の誤行を受けてはいけないという考えから、父からは、サッカー選手になることをもう反対され、サッカー選手の夢を諦めかけていたところ、事務所からスカウトを受けた。父からは、芸能界の道に進むことも最初は、反対されたが、 許しを得るため成績が10位以内に入るまで、猛勉強し説得した。兄は、韓国の名門ソウル大の体育科出身で、民法の負けず嫌いな性格は、子供の頃から勉強も運動も兄には叶なわなかった、ことが影響していると語る。建国大学附属高校、建国大学工芸術学部映画専攻、建国大学工芸術デザイン大学院映画演技、専攻卒業。 グループ活動については、シャイニー来歴へ。SM タウンウィーク中学1年の時に、家族でスキー場にいたところをスカウトされ、好奇心でオーディションを受け合格し、SM エンターテインメントの練習生となる。デビュー前からモデルとして活躍し、2008年3月、ハサンベクのソウルコレクションに出演した1ヶ月後、シャイニーのメンバーに選ばれ、5月25日にデビューを果たす。 2010年10月 MBC ー、音楽中心の MC に抜擢された2011年のシングルジュリエットの収録曲キスキスキスの日本語ラップ誌の作詞を手掛ける2014年在学していた建国大学の2014建国大学入学選考案内の広報モデルを務めた同年少女時代のユナと共にユニセフ韓国委員会の ユニヒーローキャンペーン広報施設に任命された。2015年には MBC エンターテイメントアワーズのミュージックトークショー部門で人気賞を受賞。2016年11月 d レールド会見2010年 k b s ドラマスペシャルピアニストで俳優デビュー。以降俳優としても活躍。2012年参照音と恋まじないで連続ドラマ初主演。 日本のドラマのリメイク版である、花盛りの君たちへに、カンテジュン役で出演し、SBS 演技大賞でニュースター賞を受賞。2013年、メディカルトップチームで医療ドラマに初挑戦した。2016年5月、映画、ケチュン・オバーでスクリーンデビューを果たし、11月には、マドン・ソクと共演した、クライムアクション。 アンダードッグ二人の男で映画初主演を果たす。12月から2017年2月にかけて、パクソジュン、パクヒョンシク、BTS の V らと共演した青春時代劇ドラマ、過労に出演。8月には JTBC オンラインドラマ、恋するダイアリーで主演を務める。この年、シャイニーでの人気と俳優としての活躍を認められ、インドネシアで開催された。 インドネシアンテレビジョンアワーズで特別賞を韓国人として初受賞した。2018年、カンドンウォン主演のアクションサスペンス映画、人道ではアクション俳優さながらの激しい演技を見せた。軍隊入隊目前の2019年3月28日、デビュー後初のソロ曲、i ア m h o m e を発表し、初の単独アジアファンミーティングを開催した。 4月に韓国の軍隊の中でも最も厳しいとされる海兵隊に自ら志願し入隊する。入隊期間中の2019年9月、朝鮮戦争中の新川上陸作戦を描いた主演映画、調査佐藤9.1号が公開。第40回黄金撮影賞映画祭の審査員特別賞を受賞する。2020年、先に入隊し除大した恩悠、キーに続き、 11月15日に民法も除退し、入隊せず一人で活動を続けていたテミンと共に、シャイニーのメンバーが2年ぶりに揃う姿を公開した。自身の誕生日である12月9日には、個人の公式インスタグラムを開設した。2021年1月、ドラマ、都会の男女の恋愛法で、物語終盤のキーマンとなる警察官役として、特別出演し活動復帰を果たす。 ニックネームは、縁のカリスマ。趣味、特技は、サッカー、バスケットボール、スポーツ全般、日本語。ザウの名は、いつも謙虚でいよう。スポーツ番組では抜群の運動神経を発揮し、韓国を代表する体育アイドルランキング、男子部門では1位に輝いている。東方新規の、チャンミン、スーパージュニアのキュヒョンと、とても仲が良く、ギュラインの一員として知られる。 東方新規のチャンミン曰く民法は一言で言うと単純で深く考えない。2006年から2007年にかけて、シャイニーのメンバーや事務所の練習生と中国へ短期語学留学した時のルームメイトは、エクソのリーダース法だった。レギュラー番組のみ、ありがとうございます。